今日はちょっとコーヒーを入れたいと思います。最近気に入ってるやつがハワイの、粉コーヒーの、バニラクリームブリュレっていうやつで、バニラの香りがしてですね、とっても最近気に入ってます。ということで入れてみます。鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。冒頭のコーヒー動画、タムロンの、28200F2.8 始まりのやつなんですけれども、これでちょっと撮ってみました。2.8 始まりなので、室内でもでズームなのでね、はい。ということで今日の開封はですね、これダックなんですけど、これなんですね。パロビューのアンプスターっていうやつですか。以前iPhone に、これ iPhone 専用かな、そうですね、ライトニングで作るやつだから、以前スペクトラを導入するときにこっちもこれはどうかなってちょっと選択肢に入ってたのあるんですけども、開封をしてみたいと思います。この箱は非常にコンパクトで、こういう感じです、という感じ、こういう感じです。でこの中身はあれば取れるんですね。こんな感じですね。メイドインチャイナ、中華製のやつですね。でミーファイライセンスということでアップルの承認が得られたものということですね。早速これちょっとつないでみたいと。それで 3.5mm、はい、ポートは 3.5mm ということです。ここの部分がすごく、はい、かなりこの先端のアンプの部分が小さいことが分かりますね。これだけ小さいわけです、ね、スペクトラと、比較するとかなり小さいことが分かると思います。これこうやった方がいいの、本当でもひっくり返しになっちゃうね。こういう感じ、かなり小さいことが分かると思います。このイヤホンをこうつないでもですね、軽いし取り回しはとても楽ですね。スペクトラの方はちょっと長いので、なんか長っぽいものがついてるなっていう感じはしますけども、これは、こういう感じでですね、操作的にはしやすいかなと。ということでですね、ちょっと実際に聞いてみたいと。それなりの音がしてますね。なんとかな、最高にすごいっていう感じではないけれど、一応だからこれだけ携帯線に優れたものとしては持ち歩くにはちょうどいいかなという感じがしますね。Amazon Music でこの端末の、性能をチェックしたら 48kHz でした。これね、曲が 96kHz でも端末の性能は 48kHz ということですね。スペクトラの方は、端末の性能が 192kHz っていうふうに、
表示されていましたけれども、アンプスターの場合は 48kHz ということですね。なので、まあ 48kHz なりの、まあ、音なのかなという感じがしました。この付属のダックに比べてだいたい似たような大きさだけども、でだから同じ 48kHz なんですよね、こいつもね、こいつも。ただやっぱこの中に入ってるアンプが、それなりに優秀なんだろうと思うので、48kHz でちゃんと音を出していたなという感じ。いずれにしてもこのケーブルのところも短いし、あの編み込みのケーブルで品質的にはちゃんとしてるし、あと軽いしね、持ち運びにはすごくいいので、この標準のダックはちょっと頼りなさげですけども、それに比べると、まあ、しっかりしてると。そうか、ちょっとじゃあこいつと聞き比べをするとどうなるか。そうですね、結構似てる音ですね。微妙なところ、微妙な音の、やっぱこっちの方が、若干音に厚みがあるというか、なんていうのかな、プレゼンスが強い。こっちの方がちょっとプレゼンスが弱いという深みのある音になってると思うんだけど、ものすごく違うかっていう と、よく聞いてみるとそんな感じいう感じですかね。ちょっという感じなので、そんなに極端、やっぱり両方とも 48kHz がデコードしてるっていうことですよね。なので、そういった意味でそんなに大きく違いがないという感じがしましたね。まあ、以前もちょっと動画でこっちの方ですよね、イヤーポッドに比べると、このアーカーゲー、これをつなげることによって音はかなりプレゼンスが上がりましたよっていう話はしたと思うんですけども、その状態でダックをこれに変えたらどうなるかというと、なんか似たような音の系列というのかな、感じ、音の感じで、幾分、肉厚な感じで、ちょっと帯域も少し広めな感じで、なっているという感じがちょっとしました。これを購入して飛躍的な音の改善という感じはちょっとなかったかなっていう感じですね。まあ、ただそれなりのプレゼンスはあるし、それからあとそのちょっと音の厚みがあるっていうことは確かだと。それと物自体がすごくしっかりしているので、そういった意味ではなんていうのかな、地に比べると品質的にっていうかね、まあ、丈夫さでも、こっちの方がいいのかなという感じはします、というような感じかな。一応今回のこれを聞いてみたファーストインプレッションとしてはそんな感じです。もうちょっといろいろな曲で長く聞いてみたい。さっき今回聞いた1曲だけでね、例のフォープレイのマインっていう曲だけでちょっと比較をしてますけども、もうそういういろんな曲をちょっと、長く聞いてみる必要はあるのかもしれないんですけれども、まあ、ファーストインプレッションではそんな感じのちょっとアンプだったかなという感じがします。ということで今回はまあこれなんですけれども、また他にもですね、いくつかちょっとポチってるんで、届き次第、まあ、比較テストをしてみたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。この Vlog ではApple をはじめとして新しいデジタルテクノロジーについて、気がついたところを発信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチお願いできれば幸いです。ということで、それではまた。